皆さんこんにちは、ウルトラランナーのみやこです。今日もナイスラン、スポーツ MC の岡田です。今週も始まりましたウィークリーランナートリップ、イエイイエイ春になりまして、暦の上ではね、もう春ですか。そうなんですよ、暖かくなってきましたけども。そうですね、気持ちちょっとすっごい冷え込んでた時に比べると。そうなんですよ、今週もちょっと暖かい日とかもありましたけど ね、はい、ありましたね。どうですか、なんか春カラーのね髪色のみやこちゃん的には、うん、いやそうなんです、気分だけは春にしたいんですけど、ちょっとあの年末からですね足を痛めてしまって、あそうですね、思うように走れてないので、ね、ま、そっか、まだランニングの春はまだかなという。あまだ冬ということですね。そうなんですよ。でもほら、まあ、休むっていうこともすごい大事じゃないってことですよね、うん、あ気づけました、休みの大切さに、ね、だって2022年はほぼ休みなかったでしょ、うん、そうですね、なかったです。どうですか、休みの大切さっていうのをちょっと今痛感してるところがあると思うんですけど。痛感します本当に。走らなくたって、うん、またねこう走り始めたら楽しくなるんで。あこうそうだよね、やっと私もやっと走れるようになってきて、お、そうだ、1キロ走れるなんか偉大さ、こうペースとか気にしなくても1キロ走れるだけでこんなにも嬉しいんだっていうのを感じられて、いい、ね、逆にこの怪我をして、うん、よかったなって。ランニングのその距離のね、うん、1キロでも尊いと。そうだって皆さん普通に5キロとか走っちゃうじゃないですか。いやそうですよ、日常的にね、5キロ10キロ、5キロ、まあ少ないけど5キロ、5キロってめちゃくちゃ多いですからね、うん、いやそうだよね走れない人からするとね。いやいいですね、でも本当そういう意味だと今日もその1キロでも、もうナイスラン、うん、ナイスラン、うん、素晴らしい。さあ早速ウィークリーラントリップ、はい、あの1キロでも走った皆さんと共にお届けを、ね、していきたいと思いますけれども、ウィークリーラントリップとはランニングに役立つ情報やニュースを楽しくお届けする動画になっております。はい、 MC 一押しのアイテムとか Tips ですね、お得な情報なんかもお届けをしていきたいと思います。はい、はい、今週のトピックがこちら。おお、盛りだくさんでいいですね。はい、お届けをしていきたいと思います。早速なんですけれども、はい、1個目はですねラントリップストアからのお知らせがありまして、はい、数量限定のアイテム出ちゃいます。お、何ですかこれ。あーもうちょっと待って、もう手触りがすごい見てこのデザイン、 T シャツでで、これはですね、はい、ラン&ビア T シャツ、うん、東京リミテッド2023。おー、ね、ご覧くださいませ。可愛くないですか、まずラン&ビアのデザイン、はい、東京って書いてあって街並みが書いてあるんですね。はい、本当だ本当だ、あ東京タワー、スカイツリー、雷門、本当だ、銀座、これ後ろ富士山だね。あ、本当ですね、富士山、銀座のさ、セイコーの交差点にあるセイコーの時計が、ね、本当だ書いてあるノービアノーランな方いらっしゃいますか。はい、はい皆さんそうかもしれないですよね、はい、そう、そんな方にぴったりの T シャツアップデートされてね、限定、見てもうわかるでしょこの感じすごい、めっちゃ伸びる、えすごい、こサロンパスみたいなね、シップみたいな感じになっちゃいましたけど、すごいすごいもちもちしてサラサラですよこれ。これって前ラン&ビアってね、こう通常モデルが、そうそうそう、通常モデルこれなんですよ、あると思うんですけど、まあ、これもね、うんうん、僕も愛用してますけれども、私もです。ラン&ビア、これが通常のラン&ビア T シャツで、はい、こっちはね綿が、うん、あの入ってて、そうですよね、綿とポリエステル、あとレーヨンか使ったね、うんうん、素材だったんですけど、今回は、再生ポリ 100% のものを使っている限定バージョンになっていて、ご覧の通りですね、非常に、もちもち伸びております、うんうん、サラサラしております。サラサラしてますね。これ汗にもさらに強くなってるんじゃないかなということで、はい、今回はですねこれ東京リミテッドということで、はい、東京マラソンエキスポ、はい、2023の会場のみで販売、店舗限定みたいな感じです。そういうことですね。なので3月の2日3日4日のエキスポで SML サイズ展開しております、うん、5800円、はい、なんですけど、うんうん、ちょっとね聞いたところの数が少ないっす少ないっす少ないですね、はい、ああじゃあ争奪戦だ、なんであの早めがいいと思いますこれ。なるほど、うん、エキスポにいいなと思った方は、ね、まあ、サイズ選ぶっていう意味でもねちょっと、はい、いいなと思ったらぜひ。そうですね、東京マラソン出られない方もエキスポは楽しめるので。そうなんですよ、うん、なんかあの周りの、あの人たちに聞いてると、はい、割と今年のエキスポ行くよとか、うんうん、出店するよっていうメーカーさんも増えてるから、はい、なんか戻ってくる感、規模は雰囲気また戻ってくるからね。いいですね、エキスポね、うん、行くだけでワクワクするので。そうなんですよ、ぜひぜひ皆さん
これ、ね、グダーのブースで出るっていうことですよね、はい、グダーのブースにより、うん、あの出てますんで、うん、ぜひお願いいたします。グダーとも合いそうですね、うん、間違いない。これ着て走るもいいよね。いやそうですよね、うん、いいんじゃないでしょうか。いいな。というラントリップストアからのお知らせ1個目でございました、うん、はい、ね、大会もいろいろ盛りだくさんですから、うん、はい、はい、じゃあ続いてはそんな、うん、東京マラソンもありますが、ありますよ。その翌週にはほいほい名古屋ユメンズマラソンがあるということで、ユーバランスからも限定コレクション登場します。いやー来ました。いやまた今年もやってくれるわけですね、うん、そうなんですよ、ユーバランスさん。毎年ね、うん、名古屋ユメンズマラソンモデルというものがあるんですけども、はい、今年も2023年開催を記念しての限定シューズ、アパレルが登場します。いいなぁ、はい、なんかそういうのってやるのって、うん、なんか名古屋ウィメンズとかウィメンズマラソンならではじゃね。そうですね、ウィメンズ系多いですね。多いよね。いやありがたいありがたいって感じなんですけど、まあ、そうなんですよね。まあ特別ですよ。そうなんですよ、ちょっと嫉妬しますけど、ね、いいですね。それがねこちらなんです、はい、アパレルはこちらね、たくさん彩りが今年はちょっと薄いピンク紫っぽいのと、うん、なんかちょっと上品な感じ、水色の感じで、シューズもねこちらフレッシュフォーム X860V13、うん、あーすごい、はい、なかなかこれ、うん、なんていうんだろう、完走目指すとか、うんうん、あのマラソンそんな何回も経験してないよっていう方にも良さそうなシューズですよね。そうなんですよ、うん、クッション性も高めで2層構造になっていて、うんうん、でミッドソールの部分もねしっかりとこう走りをサポートしてくれるようなシューズになっています。いやさすがフレッシュフォーム、はい、というかデザインが可愛いですね。そうなんですよ、お値段がね税込み 16,500 円ということで、はい、会場にもね売ってると思います。おおいいですね、はい、うん、名古屋メンズマラソンもエキスポがね結構盛り上がってて、名古屋ドーム、あ今バンテリンドーム名古屋って名前なんですけど、そのドームの中でエキスポがあるので。ああそうなんだ、はい、でもドームの中でエキスポもやるし、はい、ゴールももそこですね。ゴールもそこなんですよ、うん、なのでゴール地点でこう撮影をするっていうね、走る前から気合が入るという。いやそうですよね、ちょっとねいつか見に行ってみたい。いやー来てほしい。あむしろあの同日開催の名古屋シティハーフがありますので、はい、そうだ、はい、その方々もいらっしゃいますね、はい、出るという方もいると思いますし、うん、一部の男性陣はあの、はい、タキシードを着て、あそうですね、タキシード隊、あぜひそれこそタキシード隊じゃないですか岡田さんは。いやいいよいいよ、やってほしいな。岡田さんからティファニーもらいたい。全然並ばれなかった時大変じゃん。長蛇の列が並ぶかもしれない。ああ俺以外のところも行ってくれよ。いややってほしいですね。本当ですいません、妄想走先に走っちゃいましたけどね。いいですね、やっぱ大会ならでは、大会がねこれから開催をされて、うん、そこに向けたオリジナルのものが出てくるっていうことで、はい、ぜひ、まあ、これ参加しない方なんかも見に行くことができると思いますので、うんはい、ぜひチェックお願いします。お願いします、はい、ということで、今週もですね最後にお届けするのはこちらでございます、はい、ラントリップウィークリーチャンスの特典発表。今週何何、今週はですね、はい、あの2月の13日から2月の19日までの月曜日から日曜日走っていただいて、うん、ここでたまった、うん、マイルで抽選がで2月の20日以降にできるということなんですが、はい、今回の目玉商品1個目は、はい、プーマ DB8 ニトロ2。すごい目玉ポーンですよ。ポーンで2名様です。すごい2名様、これすごいですよね。 DB8 ニトロ2が僕のスタメンシューズにも1個、ね、今選んでるシューズなんで、はい、むちゃくちゃ幅いいと思いますよ。いろんな幅で使えますからこれ。いや欲しいな。いやこれ軽快に走れるからすごいいいと思います、はい、で続いてですね、はい、燃え玉もう1個ありまして、うん、まあ、ドリンクタイプのプロテインでね、はい、非常に飲みやすくて有名な、うん、マーブ、うん、こちらの6本セットを1名様に。わーすごい、6本セット。そうなんですよ、だからいろんな味がもしかしたら試せるのかな、うん、まあ、飲んだことない方ぜひ。うん、美味しいですよ、ね、美味しいですよね、うん、飲みやすいし、え、これプロテインなんだって感じしますもんね。そうそうそう、という目玉がありまして、はい、まあ、この目玉以外にも、うん、カフェのチケットですとか、うん、ラントリップストアの割引券とか、まあ、いろんなものがありますんでね。どうですか、なんかあの、うん、実際にウィークリーチャンスを抽選からガラ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 って引いて、うん、なんか当たりました。私は連続であのラントリップストアの割引券をゲットしてます。いい、ね、あのちゃんとなんか割引率もちょっと変わったりしてて、あ、そうなんですよ。そうそうそう、そうなんです。だからあれと思って、あれと思ってね、私もあと最近、あ、僕ね、うん、カフェチケット1回当たったんですよ。いいですね。で初めて外れまして、はい、今週、はい、あ、外れるんだな。ちゃんとね、ちゃんと当たりもあれば外れもあると。そう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 、だからやっぱちゃんと抽選してるんだなって思いましたし、うんうん、なんかいいっすよね、これモチベーションにはやっぱなるな。いや、なります。
こうあ弾けるようになったかなみたいな。そうすぐ確認しちゃう。溜まってるってね。でなんかあのサインが出てて、はい、あのあ今日あ月曜日だからそうだ抽選できるみたいな。そうそれが結構楽しみだし、なんかツイッターとかそれこそジャーナル、うん、ラントリップのやつを見てたら、うん、割とあのこれ当たりましたっていう喜びの投稿が見ることがね最近増えてきましたね。素晴らしい、うん、いいですね。それでね新しくジャーナルを始めた方もこんな機能知らなかったいやそうですみたいな、ね、方もいらっしゃると思いますし、うん、ぜひぜひ皆さん当たったものをジャーナルで投稿してみてください。はい、ぜひお願いいたします、うん、いやということで今週も盛りだくさんいろいろありがとうございました。ありがとうございます。引き続き1キロでも走る楽しさをかみしめながら楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします、はい。ということでこの動画が面白いと思ってくださった方はぜひ高評価そしてチャンネル登録コメントもバンバンお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。